重大発表です。こんにちは、えっちゃんです。今日はですね、皆さん待ちに待ったというかずっと言っていた例の物ができました。えっちゃん、写真集出すってよ。はい、メンバーシップの方とかファンクラブに入っている方とかはもうねご存知かと思いますが、こちら写真集発売決定しました。ありがとうございます。と言ってもね、誕生日記念に、出すもので、今回限りの販売という感じになります。2022年11月12日で私ね誕生日を迎えまして、なんと最後の20代29歳になります。いやー、もう立派な大人というよりはいい年ですね。はい、で ね最後の20代ということで、記念に写真集を作ってみました。いつか出してみたいなってずっと思ってたんですけど、これまでもね自分の写真集いつ出そうっていろいろ悩んだ結果、まあ今年が一番ベストかなと思って、いろいろ素敵な写真をたくさん撮らせていただきました。でね、写真集どんな写真集やねんって思ってる方いると思うんですけど、結構攻めてしまった。まあせっかく20代最後で、まあもしかしたら最初で最後になるかもしれない写真集なんで、ちょっとね思い切って撮ってみたかった感じの、結構攻めな写真集になっちゃいました。せっかくなんで写真集の一部ちょっとねパパって公開していきたいと思います。こちら、キャーということで、結構攻めですね。まあこれ以上に結構攻めている写真もいろいろありますが、おしゃれな写真からね、コンセプトっぽい写真、いろんな写真をね撮っていただいて、ずっしりぎっしり50ページとなっております。さらに、いろんなね YouTuber クリエイターの皆さんからのコメントもいただいてます。まあ誕生日記念写真集ってことで、ボンボン TV のメンバーをはじめ東海オンエアさんだったりとか、ゆきりぬとか、クイズノックさん、フォーエイトさん、スカイピースさんとか、里ゆい花伝、お子様プレートさんとか、まあ、いろんな、もっともっとね、すごいいっぱいいろんなクリエイターのみんなからコメントをいただきました。そのね、みんなのね、コメントのセンスとかね、どんなコメント書いてるか、それも面白いので、ぜひ見てみてください。今回写真集の販売と一緒にですね、イベントもやりたいと思います。毎年恒例、えっちゃん誕生日イベントやるよー。これはですね、えっちゃん誕生日イベント、今回オンラインではありません。3年ぶりぐらいですかね、えっちゃん単独、ゲストもいるんだけど会えるイベントやりたいと思います。こちらはですね、11月13日にイベントを開催します。開演日時は、14時からとさせていただいております。会場はビットスター渋谷の駅前になります。もうね徒歩すぐ3分以内ぐらいにあるところなので来やすいと思います。今回はですね、こういう状況なのもありまして、限定80名様のイベントとさせていただいております。今回のイベントの見どころはですね、毎年ゲストを呼んでるんですが、今回のゲストはステミレイズが初めてみんなの前でお披露目できるよーということで、私プロデュースのガールズバンドステミレイズ、
見てる方もいらっしゃると思うんですが、はい、ステミレイズね、チャンネル登録まだの方はねしてほしいんですが、ステミレイズのみんながメンバー全員がねエッちゃんの誕生日をお祝いしに来てくれます。ステミレイズもですねファンのみんなに会うのは初めてなので緊張してるかと思いますが、楽しい会になるといいなーって思ってます。で今回ですねこちらのチケット付きの写真集を買っていただいた方には、サイン入りの写真集をお渡し会をさせていただきたいと思います。他にもですね毎回の、プレゼントコーナーとか、今回初めての試みチェキ会もやりたいと思っておりますんで、ぜひみんな会いに来てください。今回ねかなりね近い距離でおしゃべりできる予定なので、みんなねマスクは持参必ずした上でいらっしゃってください。今回ねこちらの写真集ちょっと限定販売に、ちょっと攻めすぎちゃったんで限定販売になっておりまして、まあ、イベントも80名限定なんで、80名様来たら定員、一旦定員って感じになっております。写真集のみの販売はするかなって思ってるんですけど、確定ではまだないので、ぜひね会えるイベントもみんな来てほしいし、一緒にお誕生日お祝いしてくれたら嬉しいなと思ってますんで、今回のイベントぜひ参加してください。チェキ会とかもね今までしたことないから、どんなチェキ取ろうかとかもすごい楽しみにしてるし、こういうイベントでこういうのしてほしいなとか、チェキはこういう風にしてほしいっていうのもあれば、ぜひコメント欄にコメントよろしくお願いします。とにかくこんな写真集出せるなんて本当に嬉しいし、やっぱりね20代最後でねこんなね、光栄なことができるなんて本当にいいなと思うし、やっぱりねこういうのを出すことによって来年再来年、いやいやもう10年20年先にね、私こんな写真集出せたんだって思い出にもなってすごい嬉しくなるはずなんで、それにねみんなもね見てみたいって、写真集とか出してくださいってねリクエストくれていた方たちも多かったんで、それがようやくできて嬉しい限りです。ではみんなに会えるイベント、そして写真集、みんなが来てくれるの楽しみにしております。それでは本当に私的にはねもうねずっと念願の、今年入ってからずっと言っていた念願の念願の報告でした。ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてステミレイズのチャンネル登録、コメント欄にコメント、写真集買ったよとかイベント行くよとかいろんなコメント待ってます。メンバーシップに入ってる方とかね、ファンクラブ入ってる方はもうすでに購入済みの方が多いと思うので、そういう方たちはね意気込みとかこういう服装で行くよとかっていうのをコメント欄にお願いします。ではまたね、バイバーイ。